こんにちは。銀座で美容師をしているなおと申します。今回は私が毎日実践しているカラーシャンプーの使い方をお伝えしていきます。実は日頃のシャンプーにカラーシャンプーを追加するだけで 90% 色落ちを防ぐことができます。実は私の髪の毛はブリーチ4回から5回してるんですけど、髪の毛は黄色く色落ちしてるんですけど、痛みはかなり少ない方だと思います。ブリーチしている人のお悩みって色落ちだったりとか、カラーシャンプーを使って色が暗くなってしまったりとか、あとは色ムラができてしまうっていうのがお悩みであると思います。今回はカラーシャンプー歴3年の私がお伝えするカラーシャンプーで髪の毛の色を維持する秘密を、今回は特別に無料でお伝えしていきます。このやり方を日頃やっていくだけで、毎日美容院帰りのような透明感あふれる髪色を維持することができます。特に見てほしい3つのポイントがあります。まず1つ目、シャンプーのつけ方です。カラシャンは色落ちが気になるところにつけていくんですけど、そのポイントをしっかりお伝えしていきます。2つ目、シャンプーのなじませ方と泡立て方、これもすごくポイントなのでお伝えしていきます。3つ目が私が編み出したカラーシャンプーの放置時間の王道のタイムをお伝えしていきます。私が使っているカラーシャンプーがこちらです。京極のピンクパープルシャンプー、ブルーパープルシャンプーとピンクパープルシャンプーっていうのがあるんですけど、気分とかメイクとかに合わせて色を変えています。で、今日使うのはこっちのピンクパープルシャンプーっていう方を使っていきたいと思います。ブルーパープルシャンプーの方はちょっとモードになりたい時とかクールな感じにしたい時は使っています。ちょっとグレーっぽい感じの色味になります。私がよく使ってるのはこっちのピンクパープルシャンプーっていう方で、こっちはちょっとピンクっぽくなって透明感がすごく出ます。肌色も血色がよく見えるので、女の子はすごく好きな色だと思います。では早速みんなにこのカラーシャンプーのやり方をご紹介していきます。まずカラーシャンプーをする前に必ずブラッシングをしていきます。ブラッシングをすることで髪の表面の汚れが落ちて、カラーシャンプーの泡立ちが良くなります。では髪の毛を濡らしていきます。しっかりと髪の毛を濡らすことで汚れが落ちます。シャンプーの前のこの最初の流しでしっかり汚れを落としていきます。この時に気をつけるポイントは、頭皮からしっかり濡らしていくということです。頭皮が濡れていないとシャンプーしてもなかなか汚れが落ちないのと、カラーシャンプーの泡立ちがとても悪くなってしまいます。なのでシャワーを当てるときは頭皮にしっかり当たるように髪の毛をかき分けながら当てていきます。私のように髪が長い方は髪の毛を持ち上げて、そこの中にシャワーヘッドを入れて濡らしていきます。しっかりすすいだ後はカラーシャンプーをしていきます。カラーシャンプーを手に取り、しっかり指の間までなじませていきます。カラーシャンプーを手に取るとこんな感じのピンク色になってます。カラーシャンプーをつける順番なのですが、毛先が傷んでいて色抜けが激しいので毛先からつけていきます。色の抜けが気になる部分から最初につけていくといいです。毛先の部分を中間まで持ち上げてクシュクシュと泡立てるようにしていきます。シャンプーの量が足りないと色の入りが悪くなってしまうので、少し多めにつけた方がいいです。毛先がしっかり泡立ったら、次は根元と中間につけていきます。襟足の部分にもしっかり頭皮からつけていきます。シャンプーが足りないと思ったら足してあげてください。根元の部分は泡立ちが悪い場合があるので、少しこういう感じでシャワーのお湯を追加して泡立てていきます。頭皮にしっかり指を当てながら空気を含ませるように泡立てていきます。彫刻のカラーシャンプーは泡立ちがすごく良くてモコモコになります。
しっかりモコモコに泡立ったら全体的に揉み込んでいきます。少しもちっとした弾力のあるいい泡ができます。全体的にしっかり泡立ったのでこれで時間を置いていきます。置く時間ですが私のベストな黄金タイム4分30秒置いていきます。4分30秒だったのでそれで流していきます。When you call me, it's a kind of call. I hear it running through my blood. If you're feeling, then I don't stand a chance. Oh, 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 oh. トリートメントをしっかりつけて仕上げていきます。トリートメントを揉み込み終えたらしっかり流していきます。ドライヤーが終わって仕上がりはこんな感じで、ちょっとピンク味がかかった仕上がりになってます。このカラーシャンプーのやり方でやっていただくと色落ちだったりとか色ムラの心配がなく綺麗な髪になりますので、ぜひ試してみてください。このカラーシャンプーのやり方を気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。皆さんのお悩みをコメントでいただけたらそれを解決する動画を作っていきたいなと思ってるのでよろしくお願いします。それではバイバイ。